皆さんこんばんは、 MK です。 MK のマイクラ、今回はウィザーと戦うための準備やっていきたいと思います。そう、前回の動画で次回ウィザーと戦いますみたいなことを言ったんですけど、どうやら MK さんは大きな勘違いをしていたみたいです。どういうことかと言いますと、ですね、私はウィザーを召喚したら勝手にウィザーローズが生えてくると思っていたんですよ。でもどうやらそうじゃないと。そうじゃないんでしょ、そうじゃないんですよね。 MK さんもね、前回のコメント欄で知ったんですけど、ウィザーローズっていうのはウィザーの攻撃でモブがやられた時にそのモブの下に生えてくるものらしいんですよね。もうちょっと詳しく説明しますと、例えばウィザーが投げてくる頭あるじゃないですか。あのウィザースケルトンの頭みたいなやつポンポンって飛ばしてくるんですけど、それが飛んできてこの羊に当たって羊がやられたと。そうするとそこの下から1本だけ生えてくるみたいなんですよ。だからウィザーローズを大量に手に入れようとしたら大量のモブを連れていかないといけないみたいなんですよね。それ知らないよ。それ MK さん知らなくない？え、知ってたっけ？なんかさ、いや、なんかね、知ってたような気もするんだよね。半分どうだったっけか。 MK さん、これについてさ、今まで触れたことある？いや、でも知らなかった気もするな。まあちょっと自分の記憶がよくわかんなくなっちゃってるんですけど、まあ結局結論、ウィザーと戦うところに大量の鶏を置けばそれで済むと。そういう話みたいですので、今回はこの分卵を持って行って、それを柵で囲って、ウィザーローズを大量に手に入れるための、なんだ、仕組みというか、まあ機構を作っていきましょう。あとはウィザーと戦うための準備ですね。弓矢は必須になります。あとは牛乳か。そう、牛乳が大量にないと、ウィザーとは戦えませんので、これも持ってこ。牛乳組もしていきましょう。いや、 MK さんそれ知らなかったって。知らなかったと思うけどな。持ち物がダメか。じゃあちょっとシュルカーボックスで持っていきたいと思います。あっちに行って卵を全部投げたら、手持ちを半分ぐらい牛乳にすると。そういう感じでいいんじゃないでしょうか。一回寝ましょう。で、今回どこでウィザーと戦うか、 MK さんいろいろ考えました。そしてね、前回のコメント欄でもたくさんいただいておりました。いつもアドバイスコメントありがとうございます。結論、前回と同じとこで戦います。あのですね、って思った方いると思うんですけど、そう、あのウィザーって周りのものをバーって壊したりするじゃないですか。だから地下で戦うのが一番効率がいいらしいんですよ。地下かつ結構下、もうほんと岩盤くらいのところで戦うと、岩盤はさすがにウィザーも破壊できませんので、ウィザーの行動範囲を狭くすることができると。だから地上で戦うよりはめちゃくちゃ楽ですよというコメント、たくさんいただきました。なんですけど、正々堂々いきましょう。今回の MK さんウィザーを倒す意味合いの一つとしては、前回のリベンジというところもあるんですよ。そう、前回あのウィザーと戦った時、皆さん覚えていますか？もうパート100以上前なんですけど、その時にもうね、ボッコボッコのズッタンズッタンのギッタギッタにやられたんですよ、 MK さんって。もう何回死んだだろうっていう、8回10回ぐらい、あの戦いだけで死んだと思います。ほんとそれぐらいやられちゃったんですよね。で、今回はそうはいかないぞと、なんならノーミスで勝ってみせようと MK さんは思っているので、同じ場所でやらせてください。で、同じ状況でやって、それで MK さんがノーミスで勝ったらもう成長でしょ、それは。それはもう、紛れなく MK さんの成長だと思いますので、それをちょっと証明したいと思います。ということで、エンド村にゴー。そう、エンド村って結局さ、飛んでいくのと、このネザートロッコで行くの、どっちが早いんだろう。なんか、微妙な気がしない？MK さんが、エンド村に飛んで行った時とネザートロッコで行った時、どっちが早いか、ぜひ余裕がある方計算してみてください。MK さん今最速でじゃあネザートロッコで向かいますね。で、多分最速でエンド村に行っていた回も何個かあると思いますので、それと比較してどうだろう。いや、でもさすがになんかこっちの方がネザートロッコの方が早いのかな。微妙。微妙オブ微妙だと思います。はい、ということで到着。そう、エンド村自体ね、実は座標、なんかトロッコ持っちゃってるよ。座標、いっぱいなのか。
じゃあいいや、1個捨てよ。ここで持っててもしょうがないし、はい、この辺に置いときますね。サボテンに当たって今、ロスってくれるかなと思ったんですけど、そうもいきませんでした。はい、ということで来ましたよ、エンド村。そう、本当はね、1500ぐらいしか離れてないから、飛んだ方が早い気もすんなで、そうね、ポーションとかを使うと楽ですよっていう意見もそういえば来ておりました。力のポーションとか、あとは回復のポーションとか、そういうのを、手持ちに加えておけば、戦う時に楽なんじゃないですかとも来ていたんですけど、しません。MK さんも、今回正々堂々、前回と同じ条件でというのを意識してやっていきたいと思っております。じゃあ、せっかくだから、ここにしよっか。なんかここ空いてるし、じゃあこの周りを柵でパーッと囲って、鶏が出れないようにしましょう。で、ウィザーもこの中に召喚するといいらしいです。そうするとなんか一番最初のウィザーの爆発で、鶏がやられてくれるかもという、そういう話でした。ですので、この中にウィザーを召喚するための場所かつ、鶏の大量放流やっていきましょう。はい、じゃあここ全部壊して、これ邪魔だな。なんか邪魔なものが多いですね。はい、オッケー。で、こうして、あとは柵か。じゃあ柵でパーッと囲っていきましょう。で、MK さんが出れなくなると困るので、先にじゃあ、ソウルサンド立てちゃうか。よし。1、2の、3の、4と。はい、オッケー。で、ここだったら、多分そうだよね。周りからでも、オッケー、いけるね。ウィザースケルトンの頭乗せられると思います。よーし、じゃああとは卵。何匹ぐらい生まれると思います？これ生まれた匹数によって多分ね、手に入るウィザーローズの数も変わってくるので、できるだけ多く生まれてほしい。そう MK さんは願っておりますけど、1スタック投げてゼロ。そんなことある？ねえ、1スタック投げてゼロだったんですけど、鶏、オッケー、やっと1匹生まれました。これさ、確か4分の1ぐらいの確率で生まれるよね。まあ結局確率だから、1スタック投げても1個も出ないこともあれば、1スタック投げて16匹全部生まれるということもあるんでしょう。オーケーオーケー、結構出てんね。で、鶏ちっちゃい姿だったらダメなんじゃないですかって思う方いると思うんですけど、大丈夫みたいです。なんかこの方法でね、やってくださいみたいなコメントが前回結構あったので、まあ多分大丈夫なんでしょう。はい、ガンガン投げるよ。で、ここウィザー、いや大丈夫だよな。そう、前回はね、この地形がね、ごちゃごちゃだったから歩きにくかったっていうのもあるんですよ。で、前回のパート200の動画、MK さんさっき見直してきました。それを見て、MK さんが学んだこと、一つ。やられちゃダメだ。一回でもやられちゃうと、もう防具とかも含めて全部もうね、パーンってこう、外側っていうか、どっかに行っちゃうのね。で、それを拾いに行ってる時にやられてるっていうパターンがめちゃくちゃ多いんですよ。で、一回やられちゃうとネザライトの防具をもう一回着るのも超大変なんで、一回もやられないようにマジでやろう。今回こそは、本当に目標、それ目標でいきたいと思います。そしたらですね、ちょっと待って、最終チェック。最終チェックの前にあれか、前回使った秘密基地、そう、黒曜石は壊れないんじゃないかと思って作ったやつですね。壊れるんですよ、ほら。やばくない？黒曜石壊してくんだよ、あいつ。やば。黒曜石壊せるのってウィザーだけ？多分そうだよね。ウィザー以外で倒せるというのは、いや、聞いたことない、聞いたことないですね。そしたらエリトラもここに預けておきましょう。あ、待てよ。いや、ごめん、やめた方がいいかも。エリトラはここに預けない。ここがバーンって爆破された時に、エリトラだけ拾うっていうのが不可能になっちゃうんで、この下に預けます。降りていきます。危ないよ。こういうね、こういう挑戦が良くないんだ。ここ。ここだったらまあ、さすがに来ないと思うんで、エリトラをここに預けておきましょう。これさ、さすがに、ここまでは来ないよな。エンドポータルって壊れる？ウィザーの攻撃で。いや、壊れないっしょ。多分壊れないと思う。うん、信じよう。これでエンドポータル壊れちゃったらさ、MK さん第2のエンドポータルを普段使うしかなくなっちゃうよ。いや、でもここまでまず来れないよね。MK さんが下に行ったとしても、多分来ないと思いますんで、そこは安心安全でしょう。そしたら、あそこですね。あ、そう、おー、コウモリ？なんでコウモリが飛んでる？コウモリって洞窟にしかいないんじゃなかった？近くに洞窟があったんでしょうか？いまいちわかりませんが、あ、あとはこれももう来ちゃいましょう。これをこうしてこうして、もう次回はもう戦闘から始まりますからね。1、2の、3の、
4、はい、OK。したら、ミルクを大量に持ち回して、ウィザーはブロックをバーッと壊してくるんで、ブロックが多少持てるようにはしておきましょう。そうしないと、どん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 ね、なんだろう、アイテムがバーッと散らばって重くなっちゃうんで、多少は拾えるようにしておきたいと思います。で、MKさん今忘れました。斧とか、ツルハシとかは一切いりませんので、これも全部預けよう。あら、もう、すご。今のとこから落ちても大丈夫なんだ。さすが、耐久じゃねえや、落下軽減ですね。もう、剣と弓矢だけ。これでいいでしょう。剣と弓矢とパンとミルク。もう、本当に、なんだ、ヨーロッパみたいな。ヨーロッパみたいな感じでいきたいと思います。ね、パンにミルクつけるみたいなヨーロッパのイメージない？そうでもねえか。そうでもないかも。てか、ヨーロッパで合ってるかな？ MK さんもあんまり分かんないことを言うのはやめましょうね。自信がないので撤回しておきます。ということで、よし。ウィザースケルトンの頭を持って、ミルクをここに大量に持っておく。よし！いいでしょう！いけるよね。これでいけなかったら、もう MK さんはベストを尽くした。よーし、じゃあこれでもう準備万端でしょう。次回一回もやられずウィザーを倒してみせますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。